方を進めて今収まりました係員が離れますスタートしましたちょっとバラッとしたスタートです7番のリムショット後方さあ先行争いまずは内から3番のネオクラウンがいいスタート間から高出しは10番の狐の嫁入りスーっと上がっていきますの内からは6番のエコロブレードさらに 外から迫っていった15番のベサリウスも先端へ今3番手に上がりました5番手に内4番のマコタイガそれに外から並んでいった5番のラブラドライト一番シーストは11番サザンクーガーと内並ぶ9番レッドスフェーン1コーナーのカーブです。 花に立ったのは3番ネオクラウンリードを2馬身ン広げて2コーナーに向かいます10番キツネの嫁入りが2番手半馬身その15番のベサリウスは3番手それから1馬身半外から9番のレッドスフェーンが上がってさらに間から5番ラブラブライト最内6番のエコロブレードと続いて向こう正面です1馬身半馬身そ外から4番のマコタイグラが上がっていきますその後ろからオット6番のエコロブレードが少し後退加減それをかわして2番のタイキオナードさらにそのから11番ス 11番、サザンクーガーが続きますそれに並んでいこうという14番のプラチナバンド3コーナーへと向かいますあとは3場所に離れてそのからは16番の神の剣心の追走それから内からは1番のノア・ファラオがいってそこには8番のビッグ・ロゴス・ルーフそれに13番、タルマいさん接近してその後に7番のリムショット追走さらには12番のダンシング・ボビー最後方に6番、レコロブレード下がっています縦長で4コーナーのカーブ前は固まってきました3番ネオクラン さらにはきつネの嫁入りその外から15番のベーサリウス広がって直線へさらにオーストは4番のマコタイガさあ先頭今度は、外から4番のマコタイガ伸びてくる内から13番キツネの嫁入りさらには最内は3番ネオクラウン粘っている外からは5番のラブラドライトその内から2番の大イナードが突っ込んであと 100m 先頭はマコタイガ外から5番のラブラドライトそして内では2番の大イナード3番で粘っているが前は2頭並んでゴールイン 3番とも最後3投さあ前の2投はどうか。